はーい、ビビケです。はい、テンション低いですね、いつもね。まあ、会社にいるんですけど、ツイッターとかで、よくもう届いてる、ザ・ワンのオフィシャルサイトの T シャツが届いてるようなことがあって、なんでうちには届かないのかな、届かないのかと思って、やっぱ申し込みするのが遅いのと、このザンワンに入る人、BBK が調べた結果ですけど、結果っていうか、調べた何人ぐらい入るのかと、日本全国民の中で、ザワンに入る人が一体何万人いるのかということで、これいろいろな BBK の特殊な情報網から算出した結果、なんとこのザワンに入る人間は10万人です。この、本日ですね、実はザワンの、オフィシャルサイトの継続するために必要な T シャツが届いたわけなんですけど、これがなんと10万人に届けられる。だから最初に申し込んだ人のところにはスッと行くけども、やっぱり日本の人口が1億6000万人のうちの10万人だから、これがそのうち、1億6000万人だから。10万人と言わず6000万人の人がこの T シャツをいずれ買うことになるんですけども、世界中でこれ売れてますので、世界67カ国 YouTube が流れるところ全部ベビーメタの信者がいます。これは本当にBBK の特殊な情報網から調べた結果、67カ国ぐらいは YouTube が流れてるはずなんですね。オリンピックせに参加する参加しないじゃなくて、YouTube 流れない国もあるので、そういった部分ではベビーメタの信者はいないのかもしれませんけども、67カ国の人、そして日本だけでも10万人という素晴らしいですね。それだけ数メタル様が素晴らしいし、私も数メタル様の信者崇拝者として3年ぐらい、スーパーカブに乗ってですね、都内を走る時は、すいません、ここの場を借りてね、申し上げますけども、本当に柄悪いです、株乗ってる時で。ベビーメタルを流してるのにね、そんな柄悪く怒鳴っていいのかと思うんですけども、これね、交通ルールの話なんですけども、私の会社の警備会社やってます。アメブル、あの YouTube、アメブルじゃねえ、アメブルもやってる、YouTube の説明欄にも書いてありますけども、警備会社の指導教育責任者やってまして、やはりそういった交通ルール、道交法には厳しく。でもこの間免停食らいましたけど、そんな僕ですけど、横断歩道にね、横断歩道の5メートル以内前後は駐車をしてはいけないのと、あとですね、関西の方ではね、3車線あるところでは二重駐車されてるらしいんですよ。でも東京都で狭い、例えば明治通りだとか目白通りだとか青梅街道とか新青梅街道で二重駐車されるとですね、通れないわけですよ。そういうことを平気で二重駐車、1.5駐車みたいのするのがタクシーの運転手さんで、それを結構、怒鳴ったりはします。もうプロなんだから周りに迷惑をかけないような運転をするべきだし、後ろが渋滞したり、もうそれを追い越すために、追い越したら反対車線の車とぶつかって事故って大事になるわけですよね。そもそもそういった止めたら迷惑になるところに止めないタクシーの運転手さんっていうか、一般の方もそうですよ。別にみんな何らかの用事があって一時停車は15分以内にしていいってなってるけども、やはりその止めるにしたって、細い道、東京都内の細い道で二重駐車、もしくはただ駐車しててもですね、用もないのにそこで寝てたり、それはみんなの迷惑ですから、それは直してほしいと思います。ただ、柄の悪い言い方をしてるので、それは本当に自分も言った後に、申し訳ない、ダメだこれだと思って、ベビーメタル様の本当に数メタル様の、もう看板を背負ってそうやって走ってて、そういった柄の悪いことを言っていいのかいけないのか、そんなぐらい大人だから分かります。本当にだったらそういうことを、曲を流して走らずにベビーメタルのグッズもつけないで柄の悪いことを言えばいいと思うんです。これは自分も今日こうザワンのね、また新しいね、こう届いたわけですよ、 T シャツが。それでベビーメタルの信者で、崇拝者として、数メタル様の信者として、やっぱ人間的にもちょっと成長して、また今年この機会にそういった、もう言葉遣いとか、確かに
昔なんかそうちょっとまあ神奈川県でね、ナンパでブイブイ言わせましたね、ちょっとチャラチャラしてて、ガチヤンキーではないです、チャラヤンキーですみたいな、それだからその癖でこうちょっと言ってしまうんですけども、まあいい年ですしね、今年4月26日で誕生日なんですけど、ですね、今度の4月26日で、27歳になります。はい、年齢詐称だとか、近所の人も言ってますけど、27歳ないないって言われるんですけど、私はいつ何年経っても、いつ年を聞かれても、飲みに行った時に、いくつですかって聞かれた時に27歳と答えてるので、それは私の個人の自由なので、皆さんもね、自分のね、好きな年を言ったらいいと思います。実際の年がどうかとかあまり関係ないので、その仕事上ですね、真面目なお客様に対してね、今の年じゃなく27歳って言ったら、ちょっとね、失礼かなと思う。営業やってますから、会社ね。ちょっとこので、話を戻します。はい、今日やっと届きました。やった、お待ちかねーと。本当に痩せたいな、顔丸いな、これな。ということでですね、今ちょっとですね、カメラ回転しか分かんないよね。スマホの使い方分かんない。ビー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 。ちょっと会社の写しはマジかな。まあいいかな。書類だらけで。あー、めめめ。小さい会社なんで、これどうやって写すのこれ。あ、そこそこそこ。まあいいや。これ、はい。早期特典、早期特典の、早期特典、早期特典の、はい。シールです。早くね、注文できる人がいるんですね。早期特典っていう、なんていうのかな、なんていうの、継続特典ステッカー、継続した人だけ特典にステッカーがつきます。で、あと、ここな、本名書いたんでね、そこに隠しつつ、こう、はい、こんな感じですね。名前書いたんでね、私、黒箱メタルです。はい、黒箱メタルはいいね。やべ、バレるのかな、これ、住所は。あれ？住所はバレないよね。バレてもいいけど、住所書いたら、YouTube のね、説明欄にね、会社名書いてあるんで、随時募集してます。年齢制限ありません。健康な方なら誰でもできます。少しぐらい頭のネジが飛んだやつがいいです。交通誘導警備です。ガチの。これはガチの交通誘導警備だけど、危ないね。公共工事とか、大きな道路の車に轢かれるところの警備はあんまり少ないですね。簡単に説明すると、ハウスメーカーみたいなのとか、看板取り付け業っていうのがメインなんですけど、だからうちの場合ね、終わってしまえば帰れるんで、1時間で終わっても、昼で終わっても、3時間で、5時まで行っても、1日分払います。ね、また話がずれちゃうのね。はい、ということでですね、届きました。イエーイ。これからですね、これを、はい、オフィシャルサイトでですね、オフィシャルサイト、これ、継続したいと思います。はい。で、友達も一緒にライブに行く友達は、この1年にね、自分たち東京に住んでる人は1回か2回しか行けない。それでこれを入るのはどうかなと思うというので、自分がいつも早期特典チケットはやってます。早期特典だから、先行予約チケット、自分が取って友達と行ってるんですけども、今年も横浜アリーナ行きたいと思います。もし抽選外れてもね、BBK の裏の力を使ってですね、アミューズのにあるプロレスラーのお父さん、ちょっとここで言うのはあれですけども、そこの芸能活動に関してはアミューズに入っているので、アミューズの方とも、プロレスラーのお父様らが知り合い、知り合いですよね、仕事でお付き合いしてるの。でも、そこで取れるのかと思ったら取れないみたいなんですね。酔っ払いなんで、そのお父さんも、酔っ払った時に、ベビーメタルのチケットぐらい取ってやるって言いますけど、これ本当のこと言いますけど、そんな、これ本当にそうみたいなやつ、ずるできない。本当に公正な抽選でやってるし、なんていうんですか、プロレスで言うとスペシャルリングサイドとか、超モッシュシュピットというのかな、いうのも全部、これだけね、均衡法制な芸能活動をされているアミューズ様ですよ。そういうことは知ってません。
あ、そういうの、あのね、なんとか B、なんとかなんとか、なんとか B、なんとかですね。はい。なんとかね。連合とかね。ああいうところは、そういうのね、なんだかよくわかんないけど、お金の力でいくらでもね、芸能界お金の力でいくらでも、ほら、お金持ってる人はいくらでもアイドルになるし、いくらでも、そのチケットだってお金出せば取れるんですけど、アミューズ様に関してはですね、まあ、特にもうベビーメタル、福山雅治さん、サザンオールスターズみたいなところ、まあ、そういったアミューズのアーティストのチケットは、まあ、そういうね、裏の力を使ってとかいうのはほぼ無理です。はい、本当にもうアミューズのさ、アミューズ何？役員の方の息子とかになるんじゃないですかね。まあちょっと知り合いだとか、付き合い、仕事でお付き合いしてるぐらいで、ベビーメタルのチケット手に入りません。だからやっぱりこのザワンで入って、チケットが当たった時の感動っていうのをもう本当に、正規のルールで、まあ、毎回当たってるんで、毎回当たってる時もあったかな。最初当たんの、最初、何件か外れて、なんか2回目の抽選があったりするんですね。まあ、とにかく横浜アリーナ楽しみです。何年か、3年前、4年前だけど、初めて横浜アリーナ行った時に、友達と、まあ、とあるとこからチケット取ってね、行ったんです。友達も、その時はザワンに入ってなかったんですよね。それで、その時初めてザワンが始まったわけではないんだよな。そこから始まったのかな、それもなかったのかわかんないですけど、そこから入って、その時の、最後横浜アリーナってゴンドラサービスがあるんですよ。でゴンドラサービスがあって、スーメタルとユイメタルとモアメタルがゴンドラに乗ってぐーっと回ってくるんですよね。その時も、もうその時もすでにもうベビーメタルもスーメタル様のもう暁を聞いて惚れてですね、声もう素晴らしいですよね。体に、体の中にスーッと入ってきて、もう体中になんかしびれを起こす美しい声ですね。あれで、ね、ゴンドラで近くまで回ってきたら2階席だったんだけど、2階席とか余計近かった。それスーメタルって叫んだら、こっち見ていただいたんですよね、スーメタル様に。もうね、またあの感動が、また今度横浜アリーナ6月にやるわけですよね。それがまたその感動がですね、皆さんも、崇拝者の方は、ゴンドラサービスがあればですよ、今回の横浜アリーナで、まあ、ゴンドラで回ってくるときに、まあ、例えば、モアメタル、モアシタンの方とか、モアメタルと、やっぱり、ちょっとシーンとなった瞬間に言ってみた方がいいと思います。そして、スーメタル様が回ってきたら、スーメタル様ありがとうございますって言います。その回ってきて、自分のところに回ってきたら言います。そして、また、4年ぐらい前に、見たように、こちら見ていただくだけでいいんですね。誰が言ったかまでは多分あの人数の中から分からないと思います。だけどそう言って、ああ言ったスーメタル様のキャラっていうのがあって、もう喋らない、もう笑わないね、まあ、最後にほらちょっとあれですけど、 MC はありません、トークもしないです。あのキャラからその笑ったりはしません。だけども、そうやってゴンドラで回ってきていただいた時に、スーメタル様と呼んで振り向いていただいた時の感動、もうね、もう本当にね、もう毎日聞いてますし、毎日カブでね、走りながら流して皆さんに強制的に聞いてますけど、聞かせてるのかな。明日からもね、明日カブ乗んないな、明日現場行くんでね、まあ電車ですけどね、またベビーメタルの、あれは何、暑いかな、明日暑いから横アリのスタジアムジャンパーかな。いつも寒い、ちょうどいい時はね、東京ドームのパーカー着てるんですけどね、まあ、あと東京ドームの、埼玉スーパーアリーナのパーカーかな、買った。東京ドームの白と黒の上下、あれは上は着たりもするので、まあ、とにかくですね、皆さん、ベビーメタル信者の皆さん、すごいことにですね、今、小学校、中学校で、先生がですね、日本の誇れるもの3つ言いなさいという、まあ、授業の、まあ、笑いの中、笑いっていうか、まあ、面白い話なんですけどと、今現在、日本で誇れるもの3つ答えなさい。分かる人、はーいって、生徒が手を挙げるわけですよ。そして、なんていうか、まず、天皇陛下、ね、天皇陛下様、
警視庁様、そしてですよ、3つ目にベビーメタルですっていう、わかります？日本の三大誇れるものの一つがベビーメタルなんですよ。天皇陛下、警視庁、ベビーメタルです、わかりますか？それぐらいすごいってことですよ。10万人、はい、早く皆さんの中に、皆さんのところにね、早くこのザワンのこれ、このあの継続も、まあ、新しく入る人もいるかもしれないけど、10万人にこれが届くことを、無事に届くことを期待しております。はい、今日はまあこの辺でおしまいです。 BBK です。すいません、いつもなんかよくわかんない動画で、はい、なんか表情硬いですね。さよなら、さよなら、さよなら。